はい、どうも、トミーです。さあ、今回我々はですね、稲毛海浜公園にやってきております。まあ、ここの公園はですね、久々にやってきたんですけども、正直今までのイメージはただただひたすら広い土地を要する公園というイメージだったんですが、ここ 1,2 年でこの公園内にグランピング施設ができたりとか、今年のゴールデンウィークにはですね、海にこう桟橋がかかって、より多くの方にこの海岸線を楽しんでいただけるような、そんな施設にこうバージョンアップしてきているということなので、今日はちょっとその公園内をゆっくり歩いてみようと思います。さあ、もうね、この公園に来るのは約2年ぶりぐらいになりますね。僕は一昨年の夏にこの海浜公園でドライビングシアターをやるっていうので、ちょっとね、動画回しながら見に行ったりもしたんですけど、多分ね、その以降ぐらいからいろんな施設がこういうのに増えてると思うんで、ちょっと楽しみね。今平日の昼間ですけど、結構なんか人が集まってきてるような感じするね。それこそね、さっき言ってたそういう桟橋とかの、それお目当ての方も多いかもしれない。なんか看板出てます。あ、グランピングって書いてある、バーベキュー、カフェ、これだ。スモールプラネットっていうのかな。こう、結構思ったより入ってすぐにあるんだね。なんかもうちょっと奥まったところにあるのかなと思ってたんですけど。そしてなんか急に涼やかにならない、やっぱこの木の感じが、ネイチャー感が増す。お、ここに、これがなんかもう、これテントというか宿泊施設がもう見えます。へえ。これ中入れるのかな。普通に子供たちがお散歩してるもんね、中で。もうちょい奥行ってみる。いいね、ここってちゃんとさ、シャワーもついてんの、これトイレアットシャワー。特に女性とかはね、シャワー問題とかある。特に夏場は汗もかくし、こういうのがあると非常に安心ですよ ね。昔僕らの子供時代のキャンプっていうと、もう本当ボットンとかでするようなイメージだったんですけどね。今ちゃんと水洗の綺麗なトイレがあります。なんかあるね、テントというか屋根が見える。あっちも宿泊施設か。そして普通に公園のエリアとすごい近いんだよね、このテントスペースが。あ、バーベキューだ。コンロがセットされてるもん。ここあれかな、その宿泊者の方々が使う用のスペースっていう感じかもしれないですね。いいね、全部コンロとかもやっぱ用意されてるから、手ぶらで来てもできると。そして見て、目の前には池が。グランピングの中でちょっとこういう和を感じれるという、和洋折衷な空間。いいじゃないですか、ここで座りながらね、ちょっとこうビールを煽るのもいいでしょう。まあ、ちょっと今日はね、曇ってますけども、これね、お日さんがガンガン出てたらもう最高ですよ。ここが多分そのグランピング施設の事務所じゃないですかね。洒落てんね。メーションの他にもカフェとかもある。このギュースジカレーとか
めちゃくちゃうまそうじゃない。クロワッサンもあるしね。どうしよう、でもこの後桟橋があるしねここでもちょっと飲みたいけど、うん、メインのね桟橋の方でもちょっとこうお茶飲めるらしいんで一回我慢します。思ったよりさっきのさ事務所のとこのカフェの奥行きが広いってこと、いうことが分かりました。見るとテーブル席もいっぱいあるし、ただなんか今日は中で取材があるみたいで結構スタッフさんがバタバタと動き回ってるので、ちょっとまた次回に撮っときましょう。ここはじゃ あ、そして海岸に出てきましたよ。波の音が聞こえる。いいね。いや海見るの久々だよ。一気に磯の香りがしてきたよ。おお、すごいでかカラス。この辺のカラス。この羽広げた時のでかさ、えびげつなかったね今ね。おお、そして来ました。あ、そしてあれだ、桟橋。さっき出てかかってるでしょ。白い橋が突き出てる。あ、でもなんか。見た感じ結構人いるね。いるな。そう、あそこテーブル席は並んでるんですけど結構埋まってる感じがする。この白い砂じゃない、この海浜公園が。だからあのね白い桟橋がすごくマッチするしいい感じよ。洋梨のジュース。じゃあ行きましょう。ここからの映像めちゃくちゃいいよ見て、センター割りで見る感じいいよね。開いてる開いてる。よいしょ。いいですね。風を感じるよ。でもあれだね、さっきそこから入ってきた時は思ったけど風の感じ方がそこのねビーチにいた時と全然違う。ほんと距離にしたら20メートルぐらいしか違わないとは思うんだけど、波の音もね上にあるからね、なんかね、うん、ああそれもあるのか、うん、ちょっと高さが出てるから、うん、なるほどね。いやこれ気持ちいいよ本当にちょっと今ね、ちょうどこの橋の先端部分が開いたのでそこ撮りましょう。先端からの風景。いいですね。ここまで来るともう全然景色が違います。完全に青春の香りがします。はい、ということで今回は稲毛海浜公園歩いてきました。今話題になっている白石桟橋も見れましたし、もうちょっとね天気が良ければというところだったんですけども、でもねすごく気持ちのいい空間だったし、
っぱ今回ねこの稲毛の公園歩いてみて思ったのはカラスはめちゃくちゃでかいし歩いてるワンちゃんはみんなおしゃれというそういうデータが取れました。まあ、お時間ある方はぜひ一度足を運んでみてください。最後までご覧いただきありがとうございます。ぜひ動画への高評価チャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。